はい、今日は横山さんという方を、お呼びしております、はいはい、この方はですね、最愛の奥様をがんで亡くされてから同じようにがんで苦しむ人たちをなんとか助けることができないかとさまざまな方法を探る中、白隣機構に巡り合いました。で今では宝塚を中心に活動されており多くの患者さんを救っておられます。最近では中医水内医師の国際ライセンスを取得されて日本国内だけでなく米国やヨーロッパの患者さんも対象としてグローバルに活動を展開されております。はい、はい、その横山さんに登場していただきたいと思います。はい、横山先生どうぞお願いします。横山先生の白組ですね。はい、白組のチャーリー横山でございます。はい、というわけでね、今日は白隣機構、これは実は中国でがんを治すために、開発された機構なんですけども、実はこの白隣機構をやっていると他の例えば高血圧、腎臓病、糖尿病、こういうのも治ってしまったという現象がありまして、なぜかというとやはりこの白隣機構というのは中医学、要するに東洋医学ですねの基礎に成り立っているわけで、中医学というのは何かというと世の中には陰と陽というのがあります。でこれをよく陰陽陰陽というんですけども、何かとこう探っていくと宇宙ですね、まず宇宙というのは混沌としたガスがあって、まだ地球も空も何もなかったんです。そこへ重たいもの、それが地球とかこういう土というかね、グラウンドになりました。で軽いものは上へ上がって空ができました。だから陰っていうのは大体重たいものとか女性とか、それから冷たいもの、だから陽っていうのは軽いもの、温かいもの、男性も陽になりますね。このようにして陰と陽を分けてきました。二極に分けてきました。でこの宇宙が出来上がって、地球っていう星があるんですけども、地球上に生物が生まれてきました。手当て生物が進化し人間が生まれました。でこの人間っていうのはちょうどこの陰である地球上の上に存在して、しかも陽という宇宙の間に挟まれているということで、人間は陰と陽の木である。ここちょっと木という言葉が出てきたんですけどね、今日 の、 後半戦のライブも私ものすごく楽しみにしてるんですけども、音楽を聴いた時にも気分が良くなるとか気持ちがいいとか、でよく気っていう言葉を使うんですが、実はその気っていうのをみんなよく分かってないところがあって、で例えばその気についてですね、中医学の本にはこう書いてあります。生命活動を維持するための最も重要な物質であると。なかなかもう世の中で木と使うものの何かって分かってないんですけども、今日はその木というものは何か、そしてその木の流れを実際に感じて自分でコントロールする、そういう技術を学んでいただきたいと思います。で、話は戻るんですけどもね、その陰と陽の木である人間で、大体我々が病気になるのはこの陰が強すぎるか陽が強すぎるか、逆に陰が足りないか陽が足りないか、要するに陰と陽のバランスが崩れるんですね。それで病気になります。例えば陰が盛んになると冷えですから体が冷える。じゃあその時にどうすればいいかといえば温めるということで陰と陽のバランスが取れるんですね。で逆に暑い時は、例えば夏だとスイカとかウリ科の陰の食べ物を食べるんです。すると体が冷えてちょうど良くなる。病気の原因というのはこの陰陽の偏り、要するにバランスがずれたことなんで、この陰陽をうまくコントロールすることが、さっき言ったように陰と陽の間に生まれた人間、陰と陽の木である人間が健康に生きるための技術であると、術であるということが中学では訴えています。でなかなか若い人がね、冬でも短いスカート履いてかっこいいだろうということでね、頭寒足熱っていう言葉があるんですけど、昔から日本には、これは足は温めて頭は涼しくしよう。よく見ると若い女性の方は逆でね、真冬でもミニスカート履いてだけど上はすごく暖かい格好してね、ダウンジャケット着たりして、なんかその辺がちょっと逆にはなってきてるんですけども、確かにね
あの見栄えはあのハイヒール履いてかっこいいのも我々男性の心も引きつけますし、あの必要だと思うんですけども、やはり自分の健康も注意していただきたい。特にですね、中医学では女性は7の倍数で変化してきてくれています。で男性は8の倍数、例えばですね7、2、14、だいたい14ぐらいから女性の方は初潮を迎える。男性はまあ16歳ぐらいから子供を作るような力ができていると。これで数えていきますとね、7、7、40、だいたい女性は49歳ぐらいで体の中の酵素、後から補えない酵素っていうのがあるんですね、体内に。その酵素がだいたい尽きてしまいます。そうするとがんとかの慢性病が生まれてきます。まあ、男性はもうちょっとそれより遅いです、8の倍数ですから。で最近私のとこで来られて目立っているのが5735歳の女性の方、なんとこの、年齢から乳がん、子宮がん苦しまれるんです。ちょっと昔から考えると考えられないんですよね。35歳でも乳がんが発してしまう。そしてこれから結婚するという時に子宮がんの方、子宮を取ってしまう、もう子供を産めない、本当にもうなんていうか人生的に暗い人生になってしまう。そういうことを、事前に防ぐのは、そういう力を持っているのはこの気候でもあります。だから若い方、今日はたくさんいらっしゃいますけども、ぜひその高齢者だけの病気と思わないで、がんとか慢性病ですね、それを事前に防ぐという意味でも今日はぜひその確認機構を学んでいただきたいと思います。はい、もうちょっとその中医学についてちょっと学んでおいていただきたいんですけども、中医学では腎をすごく重要にするね、腎臓、この背中に2つありますけども、で昨日もちょっと講習会でお話したんですけども、元気と我々言いますけども、まあ働くための元ですね、元の木、元気の根はこの腎にあると言います。中学では腎性と言いますけど、そして元気の源は脾にあると言います。脾と胃というのは実は中学でセットなんですね。胃と脾臓とありますけど、この脾でということは、しっかり食べるということですね。普段からいいものを、偏ったものじゃなくていいものをしっかり食べる、そして、運化させて腎に元気を、腎っていうのは実は腎気に2つあるんです。これは先天の気と後天の気。先天の気っていうのはお父さんお母さんからもらった大切な元気です。でもね、さっき言ったようにこれ、残念ながら49とか、早い人でも40代前半からなくなってしまうんです。でそれを使い果たしたらどうするかって言ったら、後天の気っていうのがあります。じゃあ後天の気は何かって言ったら水穀の気と思います。要するに食べ物ですね。正しい食べ物をしっかり食べる、さっき言った脾ですね。脾で消化吸収して腎にそのエネルギーを貯めること、元気を貯めることができると言われています。でこう普段の生活でも考えていると、何か心配事、例えば友達が亡くなってしまった、病気になってしまった、お母さんが病気になってしまった、失恋してしまった、悲しいことがあった、そしたら胃が大体痛くなるんですね。となると食欲が落ちる。そうするともう顔色も青くなって元気になる。こういうことからも分かるように、脾をまず元気にしないといけないということは、もう精神的にも安定させないといけない。で実はこの気候というのは基本には入静というシステムがあります。入る静かと書きます。中国でルーチンと言います。何かというと、日本には禅という仏教がありますけども、これと同じ無念無想の状態、要するに人間がなぜ苦しむかというのは、まだ起きてないこと、まだ来ない未来に対して不安を抱いたり心配するんですね。それともう一つは過ぎてしまった過去、過ぎてしまったことにして後悔する。思い出してみると分かるんですけど、人間は大概このどちらかで苦しんでいるんです。だから今っていう現実をしっかり捉えて生きていると、それほどストレスっていうのはかからないんですね。ここでストレスという言葉が出てきましたけど、大概その病気の原因っていうのはこのストレスになるんです。そのストレスをうまく避けることができるのは、この気候なんですね。入静という言葉がさっき出てきましたけども、要するに無念無想というのは、頭の中で邪念を浮かべさせない、それから妄想をしないと。どうなるかというと、実は、大脳が休むんです。大脳が休むと免疫は上がるように人間になっているんです。だから
いい音楽を聴いてリラックスすると、これも実は免疫が上がるんですね。これをまあ副交感神経と言いますけども、交感神経というのは敵と戦うときにおっとおっとってこう気を入れてる場合ですね。それと逆にもう眠たいな、寝てしまいたいな、いい音楽だな、気持ちいいなっていう状態を、この副交感神経が優位な状態、免疫があるのは実はこの副交感神経を優位にした状態で、さっき言ったような入静を行うと実は大脳が休まって副交感神経が優位になってリラックスして免疫が上がるというシステムになる。はい、そういう機構を今日は学んでいきたいと思います。この人は今日配ってない。でまあ、気候を学んでいただく前提に、まず気候の三原則というのがあります。これは何かというと、調心、調速、調心。調というのは調整する調です。調心というのは体を調整すること。要するに体を調整するのは動き方、歩き方ですけども、調心です。それから調速というのは息ですね。呼吸を調整する。なかなか我々現代人というのは、悩めば悩むほど呼吸が浅くなって、結局さっきの話じゃないですけど、大脳に酸素がいかなくなって、で余計に苦しんでしまう。だから仕事やって詰まった時にもあーっとリラックスして、ちょっとコーヒーでも一杯飲むか、タバコでも一本吸う、そうかって言った時にちょっとリラックスするとあっと簡単にできてしまうことがあります。これは実は酸素がうまく回るんですね。だから大体酸素がこう不足してしまうと。だからその呼吸法を細く長い呼吸、できるだけ細く深い呼吸をすると体中に酸素が回るんです。これはまあ健康法の一つですね。これを調速と言います。今日学んでいただきますけれども、この調速。そしてもう一つは、これが最も大切な調心。さっきも心って出てきましたけど、さっきは体の心、今度は心の心です。別の言い方で調心というのは神様の神と書きます。これは神様のことではなくて神経の心です。要するに神経を休めるというのは心を休めることになります。だからこの調心、調速、調心。これが気候の三大原則です。これをぜひ覚えていただいてマスターしていただく。はい、それではですね、そのなかなかその気候といっても今までに聞き慣れないこともあると思うんで、気候の基本システム、今調子に調子ってできましたけども、それと同じように原則があって、システム、気候システムの原則はどうなっているかというと、まずさっき言った入静を行います。心をできるだけ静かにします。でそしたら次に動いたり瞑想したりすることで内気、さっき出てた気ですね、気を体の中でどん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 練って溜めていくんですよ。でさっき後で出てくるんですけども、実はおへその下2寸のところに気解決というツボがあります。4寸のところには肝源というツボがあります。これを実はよく言われる丹田というツボなんですね。気が溜まる場所、丹田です。これが中医学ではすごく大事と言われています。丹田です。でさっき連行で作った内気をこの丹田に集めます。で丹田にしっかり集めた内気を今度はしっかりと休憩する、休むことで、エネルギー化する。これを気化と言います。要するに溜めた気を今度は体全体に戻してやるわけです。体には60兆個の細胞があるんです。で大体病気の人はこの細胞が崩れてるんですね。偏っていたり違う方向に動いていたり、この60兆個の細胞がうまく調和してうまく流れてると病気にはならないし、お肌もきれいだし心も健康いられる。この60兆個の細胞をうまくコントロールしてやることができれば健康は維持できるということですね。入静、内気の生成、そして気化。これをね、気候を大体今から1時間ぐらいずっとやるんですけども、それをね、短縮してみることができるんです。実は私がやってる、チェン式太極拳、日本語ではチン式太極拳と言いますけども、それはゆっくり気を練って、入静してから気を練って、発経という形で気をハッと外に出すんですね。でそれでエネルギーを気化して、で普通の状態に戻って、5分もかからないと思いますから、ちょっとそれを一つ見ていただいて、まず気候というのがどういうシステムなのかっていうのをちょっと見ていただきたいと思います。
入せようと思います。火をね、はい、ちょっと短い時間でしたけど、木をゆっくり練っていって、そして木を断、内気を作るんですね。で、その力を応用して、力で相手を打つんではなくて、木を使って、これが、まあ、気功、太極拳の醍醐味なんですね。まあ、今あの、こういう感じで、気功システムをちょっと理解していただいたので、それでは、今日あの気功で習うツボをまず覚えていっていただきます。多分聞き慣れない言葉が出てくると思うんですけど、まず1番目に今こういうふうにやりましたけど、実は百会っていうツボが頭の上にあります。百に合うと書きます。ちょうど耳の尖ったところを両耳を線でつなぐと真上、これは百会です。これは天から陽の気がどんどん入るところです。百会っていうツボ、あのうつ病とかちょっと精神的に参った人はここを按摩したりして、僕は治療します。針を打つこともあります。するとすごくリラックスするんですね。ちょっと親指でこうやってマッサージしてあげてもいいです。うつ病の人なんかでもあのすっとこううつが消える場合があります。次に陰道血、この目と目のちょうどあの眉毛の間ですね。こうあのインドの人が点とこう打ちますけども、これを、まあ、チャクラで言うとアジナーチャクラ第3の目と言います。陰道血、ここはさっき言った神、神様の神と書いて精神を司る。ここからもたくさん機能が入るんですね。陰道血。はい、次に大事なのが大腸。ちょうど乳首と乳首の間になります。ここはすごく気が入るところです。こういうふうに気を入れる場合があります。大腸。それからさっき出てきた丹田。丹田はこの指2本から4本の気解血関係のあたりです。で、さらに指2本分奥に入ります。おへその下。すごく大事なところです。多分あの歌を歌われる方は多分この丹田の息を溜めてはーっと歌うと思うんですね。すごく大事なところです。それから次に名門、ちょうどこの丹田の真裏になるんですけども、命の門と書きます。実はこれは腎臓のあの壺なんですね。で、ここで太極拳なんかは呼吸すると言われています。だから太極拳は常に腰を同じような位置で動かします。百会も上を向けたまま命の門、すごくね、大事なんです。で、この名門をしっかりはーっと緩めることで気は流れ出すんです。こうね、西洋人みたいに、私もアメリカにいましたけども、確かにこう背を伸ばして歩いてるとかっこいいです。でもね、実はちょっとこう日本人みたいにリラックスしてこう歩いてる方が気は流れやすいです。なぜかっていうと、こう胸を張るとね、どうしても背中が曲がってしまうんです。ところがハッと息を抜くとね、肺骨が立つんです。一番楽な状態で、例えば夜間の お湯を見ると分かるんですが、水蒸気のまっすぐ上がりますよね。で、そこになんか蓋をすると水蒸気が横へ漏れてきます。まっすぐ上がれないんです。気も一緒です。さっき言ったように気は陽ですから、地は陰、気は陽ですから、陽は上に上がる性質があります。